ドイツ独立社会民主党は、帝政末期から、バイマル共和政権にかけて存在した、ドイツの政党。第一次世界大戦中の1917年に、ドイツ社会民主党の戦争支持の方針に反発して、立党した者たちにより結成された。ドイツ革命直後の頃に、社民党と共に、仮政府人民代表評議会を構成したが、すぐに決裂して、 社民党政権と対立を深めた。1920年にコミンテルン参加問題をめぐって分裂し、参加に賛成する左派はドイツ共産党へ移った。反対する右派は党に留まったが、1922年には社民党と合流した。残ったわずかな者たちも1931年にドイツ社会主義労働者党に合流した。 1914年8月に第一次世界大戦が勃発。国内のすべての党派争いの停止を求める政府の求めに応じてドイツ社会民主党首脳部は戦争指示の方針を打ち出した。党内の急審査派はその方針に反対したが、中央派や中世主義派は方針に従った。しかし1915年に入った頃には短期決戦の見込みが破綻し、 党の戦争支持方針に対する不満は、急進さ以外にも広がり始めた。風合ーーハーゼ社民党共同党首で、中央派の風合ーーハーゼは、国民の連帯とは、社会的、政治的要求の停止を意味しないと主張して、旧地平和を批判し、党内反対派、ハーゼグループを形成するようになった。1915年春以降戦争目的論争が、起きると修正主義派のベルンシュタイン。 中央派のカウツキーラ等の長老が、このハーゼグループに加勢するようになったため、勢いを増した。1914年12月の段階では、帝国議会の戦時交際承認採決で、賛成票を投じなかった、社民党議員は、旧審査派のカールリープ・プクネヒトのみだったが、1915年3月の戦時交際を計上した予算案の決議の際には、風合ハーゼや、 ゲオルクレーデブールら30名の社民党議員が、党指導部に造反して議場から退席して棄権した。同年6月には、ハーゼ、エドアルト・ベルンシュタイン、カール・カウツキーが連名で、原価の急務を発表して、戦前の原則へ立ち返るべきことを要求するようになり、同年12月21日の戦時交際承認の採決では、社民党議員団のうち20名の議員が、 反対票を投じ、22名の議員が退場するまでに反対派が拡大した。社民党指導部は反対派への締め付けを強化するようになり、1916年3月24日に臨時予算に反対したハーゼら増反議員18名を社民党議員団から除名している。これに対してハーゼは、社会民主党議員団は本日、賛成十八、反対十三。 保留4をもって議員団に属することから生じる諸権利を我々から奪った。我々は別の社会民主主義団体を結成することを余儀なくされたと声明し、除名された議員たちは、社民党議員団と別の議員団、社会民主共同団を構成するようになった。その後、社民党多数派と反対派の対立は、ますます激しくなった。 ただ反対派の言論は、検閲や集会禁止によって妨げられたので、政府と近しい多数派は有利だった。反対派の支柱にあった党機監視、フォアベルツも当局の助けを借りて多数派が奪還している。また同じ反対派の間でも、リープクネヒトやローザルクセンブルクラスパルタクス団を中心とする、急進左派とハーゼラ平和主義的中央派の間には、対立があった。 戦争の長期化で食料を欠乏は深刻化し、1916年から1917年の冬は最初のキャベツの冬となった。さらに、祖国援助勤労奉仕に関する法律が制定されたことで強制労働の負担が大きくなり、国民の不満は高まっていた。1917年2月にロシアで革命が発生したこともあって、ドイツでも 革命機運が高まった。社民党内の反対派の勢いも高まり、1917年1月7日には、あらゆる傾向の反対派が結集した集会が開催され、反対派の組織を全国的に結集する準備に取り掛かることが決議された。またカール・カウスキー規則の次の宣言を採択した。反対派が要求したことは、 何が何でも平和を準備しろということでもなければ、平和の諸条件をより詳しく提示もせずにただ平和、そのものを準備するだけで良いというものでもない。反対派が要求していることは、勝者も敗者もない平和、抑圧のない無賠償無併合の平和を準備することであった。豪太での創立大会への案内状、これに対して、党指導部は彼らを党組織から除名することをもって答えたため、 新党結成は不可避となった。1917年4月6日から8日にかけて豪太で創立大会が開催された。大議員の賛成77票、反対42票でドイツ独立社会民主党の党名が決議された。1918年10月4日に連合国との講和を目的とするバーデン大公士マクシミリアン内閣が発足し、 社民党と中央党とシンポジン民党が政権に参加した。マクシミリアンはアメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンが主張したドイツ軍部や王朝的先制君主は交渉相手とは認めないという交渉資格の要求をクリアするために議員内閣制導入など様々な改革を実施した。その一環で10月末には改言体制も緩和され、 ドイツ社民党も活動を活性化させて、講和運動を推進した。11月3日から4日にかけて、無謀な作戦への動員を命じられた、キール軍港の水兵たちが反乱を起こし、労働者がこれに加わって、大勢力となり、キールは霊典により実効支配された。他の主要都市でも次々と放棄が起き、レーテが各主要都市を掌握するに至った。 兵士の先導で革命が勃発したのは独立、社民党にもスパルタクス団にも予想外のことであったが、以降彼らは、霊典による全権掌握を要求するようになった。11月9日にマクシミリアンは、ビルヘルム2世の退位を発表して、社民党を党首フリードリヒ・エーベルトに内閣を譲って退任した。エーベルトは独立社民党にも政権参加を求めた。 独立社民党は、社会主義共和国になること、全権を、レーテが握ること、ブルジョワ分子の政府からの追放を条件として要求したが、社民党は、社会主義共和国になるかどうかは、国民議会を招集して、そこで決められるべきこと、レーテによる、全権掌握は一階級の一部による独裁なので、民主主義の原則に反していること、国民の食料事情の救済が、急務の今、 ブルジョワ分子の追放はできないことを回答した。しかし、0点の委任に基づく、両派同数の政府の樹立や国民議会招集は急がないことには同意したため、独立社民党も政権参加することになった。革命直後の仮政府人民代表評議会のメンバー。左からエミール・バルト、オット・ランツベルク、フリードリヒ・エーベルト、フルゴ・ハーゼ、ウィルヘルム・ディットマン。 フィリップ・シャイデマンこうして11月10日には、社民党と独立社民党が3名ずつ閣僚を出し合って人民代表評議会なる仮政府が創設された。遊国から開かれたベルリンのレーテデ・エイベルトは事態の混乱さを強調して、内輪も目をやめることを呼びかけ人民代表評議会の承認を求めた。スパルタクス団のリープクネヒトによる反対工作があったものの、 人民代表評議会は多数の大議員の支持を得ることができた。人民代表評議会のメンバー6人は対等という建前だったが、毎回エーベルトが議長を務めて会議を主導したので、実質的にはエーベルト社民党政権に独立社民党が閣僚として参加しているも同じであった。12月24日に極左の人民海兵団が起こした反乱の鎮圧をめぐって、 社民党が発砲を許可したことに反発して独立。社民党は社民党政権から離脱した。独立社民党はプロイン州の社民党政権からも離脱したが、この時に辞任を拒否した独立社民党のベルリン系首相官エミール・アイヒホルンも1919年1月4日に社民党が悲免これに反発した独立社民党や共産党が労働者にデモを呼びかけ、 1>, 1月5日には、ベルリンの会場に20万人を超える規模の社民党、政権球団デモが起きた。共産党のリープクネヒトや独立社民党のレーデブールらは、これに乗じての政府転覆を狙い、スパルタクス団放棄を起こしたが、社民党政府が動員した義勇軍により鎮圧された。1919年1月の総選挙では独立。 社民党は22議席しか取れず、第5党に留まったが、1920年6月の総選挙では、社民党が大きく議席を落とす一方、独立社民党が躍進し、社民党に次ぐ第2党となった。反乱が相次ぐバイマル共和制に、国民は嫌気がさしており、従来の社民党を支持していた勢力が極左に走ったのが原因だった。独立社民党から、 スパルタクスランが離党した後も独立社民党内には、ウーハとサハの対立があった。ウーハは、ハーゼ、サハは、エルンストドイミヒを中心とした。この両派は例程の評価や、労働組合問題で対立していた。1920年7月のコミンテルン第二回世界大会には、独立社民党も出席したが、この大会で独立社民党はコミンテルンから、 コミンテルン参加の条件として21過剰を突きつけられ、コミンテルンへの絶対服従や改良主義者並びに日和りみ的中立主義者の追放などを要求された。10月の独立社民党大会は、コミンテルンがあらかじめ多数派工作を行っていたため、コミンテルン参加と共産党との合同が決議されたが、右派はこれに反発して独立社民党に止まることになった。 コミンテールンの高圧的態度は、左派からも反発を招いており、結局共産党へ移った独立社民党員は、党員80万人のうち30万人、国会議員では4分の1にとどまった。ドイミヒア・ボルター・シュトイッカー、また後に、ドイツ共産党党首となる、エルンスト・テールマンらが共産党へ移っているが、これまで独立社民党左派の党目と目された、 レーデブールは独立社民党に残っている。右派だけになった独立社民党はその後もしばらく続いたが共産主義を捨てたい上社民党から独立して存在している意味は薄くなっていった。1922年には共産党を除名されたパウルレビやドイミヒラが結成していた共産主義労働社団が独立社民党に合流した。同年9月24日に ニュルンベルクで開かれた合同党大会で独立社民党主流派は社民党と合流した。独立社民党内の右派だった彼らも社民党期間後には党内最左派であり、社民党の左傾化の原因となった。そのため、独立社民党復帰後の社民党は、グスタフ・シュトレーゼマンなどから大連合のパートナーとして、 安定性を欠くと判断されることもあった。レーデブールやテオドールリープクネヒトなどわずかなものだけが独立、社民党に留まり、国会選挙に出馬し続けたが、議席は取れなかった。彼らは1931年にドイツ社会主義労働者党に参加している。ハーゼやカウツキーラ・マルクス中央派のほか、左派のスパルタクス団、中世主義のエドアルト・ベルンシュタインなど構成は、 雑多であった。ただし、スパルタクス団は独立社民党に批判的であり、利用するために参加していただけだった。それについてリープクネヒトは、我々が独立社民党の党員として踏みとどまった。ことは、同党を前進させ、また同党を我らの無つの届く範囲内に置き、さらに同党から最良の分子を引き抜くためであったと述べている。第1議長、第2議長、第3議長。 ありがとうございます。